エヴァレット・マッキンリー・ダークセンは、アメリカ合衆国の政治家。連邦会員議委員。上院少数党院内総務。所属政党は、共和党。彼の娘は、ハワード・ベーカーの最初の夫人である。また、1964年の公民権法の提案者。イリノイ州北京に生まれる。ミネソタ大学を卒業後、第一次世界大戦には、 陸軍士官として従軍し、西部戦線で活躍した。1927年、ダーク戦は北京市議会議員に選出され、政治家としての一歩を踏み出す。1928年には、連邦会院議員選挙に立候補するが落選する。1932年に再挑戦し、当選を果たす。彼の会院議員としての任期中に、 第二次世界大戦が勃発する。第二次世界大戦中に議員のスタッフの増員を求める活動を行い、これを実現させる。1948年には改選を迎えるが、健康問題を理由に再出馬を断念した。体調が回復した後、1950年に上院議員選挙に立候補し、当選を果たした。上院でダークセンは、 トルーマン政権の国内政策、社会保障プログラムを含む、いわゆる、フェアディール政策への厳しい批判者として知られた。特に予算の膨張には強く抗議した。また、強硬な反共主義者で、朝鮮戦争における、主戦派、さらに親代派の議員として知られた。1952年の共和党の大統領候補者、指名争いでは、 はじめロバート・タフト上院議員を支持していたが、後に、ドワイト・アイゼンハウアー減衰支持へと転向した。アイゼンハウアー政権が誕生すると、上院における最大の政権支持者として、同格を表す。1959年、ウィリアム・ノーランド上院院内総務が、カリフォルニア州知事選挙に立候補、敗北し、上院議員を辞任したのに伴い空席となった。 共和党上院院内総務に立候補した。この際、党内恩恵派のジョン・シャーマン・クーパー上院議員を下して院内総務に就任した。彼が院内総務を務めた時期は共和党の統制が最も衰えた時期に当たるが、彼は若手議員に上院共和党の重要ポストを与え、党の若返りを図った。さらに、党内の様々な派閥をうまく統制し、 党の結束に成功した。こうして、ダークセンは、共和党の最も困難な時期を乗り切り、党勢の回復につなげた。エヴァレット・ダークセン1963年に、リンドン・ジョンソンが、大統領に就任すると、包括的な公民権法の制定の動きが加速した。こうした動きは、南部出身の民主党議員によりある時に、妨害されるのが常であった。ダークセンは、 ジョンソン大統領、マイケルマンスフィールドミニ首都上院院内総務らと、党派を超えて協力し、1964年、公民権法を成立させるのに最も大きな役割を果たした人物である。同法案は、ジョンソン政権の強い意向で法案化された。しかし、南部選出の民主党議員を中心とした、反対勢力の強い抵抗にあった。 ダークセンは賛否を決めかねている議員を賛成に引き込むべく、会員らは議会民主党、政権と協力し、法案の重要部分に触れることなく細かい修正を施した。最終的に彼は同法案の提出者となった。同法案は共和党議員と北部選出の民主党員の大部分の賛成により可決された。この法案は、 南部諸州での人種隔離政策を終わらせ、人種平等に道を開き、一連の公民権法のうち、最も包括的で、画期的なものであった。ダークセンは、公民権問題ばかりでなく、ベトナムへの介入に関しても、ジョンソン大統領の最大の協力者であった。しかし、その他の、偉大な社会計画に関しては、反対した。ダークセンは、 ジェラルド・フォードを解任内総務とともに定期的にテレビ出演し共和党の代案を提案した。このエブ・ジェリー賞は大きな反響を呼んだ。彼は1966年に公立学校で組織的な祈りを許可する憲法修正条項を提出したが、これは政教分離の原則に反するとみなされ否決された。1969年、 ダークセンは上院議員を呼び上院少数党院内総務に在職のまま死去した。ダークセンは美声で有名であり、朗朗とよく響くバスの声での演説等を記録したレコードを4枚残している。このうちの1枚はグラミー賞の最優秀ドキュメンタリー賞を受賞している。上院の議員会館のうち1つは彼の功績を称えて1972年に エバレット・マッキンリー・ダークセン上院議員会館と命名された。ありがとうございます。